はい、皆さんこんにちは、宮本です。はい、ってことでモンストニュースが来ました。はい、そこでモンストニュースで、獣神化新たに1体発表されたので、そちらのキャラを見ていきたいと思います。はい、ってことで発表されたのはこちら、パーシバル。はい、乾杯。はい、ってことで、はい、パーシバルが獣神化いたしました。はい、貫通バランス型っすね。で、貫通バランス型っていうことで、パーシバルってもともと進化の方が、攻撃型の貫通フォーミング持ちだったんですよね。うん。で、まあ貫通フォーミングがなくなったと。はい。まあこれに関してはね、まあ俺はいいんじゃないかなと思います。今貫通フォーミングって言ったらもうね、バカ強いキャラたち、攻撃型でね、バカがいるんで、まあこいつがね、なんだろう、貫通フォーミング12で、他なんかすげえ強い友情コンボつかない限りは、多分埋もれてたんじゃないかなとは思うんで、まあこっちの神川ベースの方で良かったんじゃないかなっていうのは個人的には思います。はい、まあ俺個人的にはね、貫通方面が消えて残念って方もねいるかと思うんですけど、俺はこっちでまあ良かったですね。でアビリティなんですけど、マインエルワープブロック3つ持ってる。はい、これは広くていいんじゃないですか。うん、普通にいいと思いますよ。広くて。まあ、L だしね。はい。で、神々ベースの方なんで、はい。今、ステータス映してるんですけど、まあ、そんなに悪くない。はい。攻撃力も今のところ、神々ベースの方だと2万8000あるから、まあ、これで、重心化でちょっと上がるのかどうかっていうとこっすね。まあ、できれば3万ぐらい欲しいですけど、まあ、スピードはこんぐらいあればいいんじゃないかな。貫通タイプで300後半。うん。はい。なので、ステータスは、ちょっと期待したいですね。こっから。はい。そして、ストライクショット。まあ、これも神化のやつですね。爆弾を設置する。で、自走 SS。っていうことで、まあ、これがね、神化の方20ターンだったんですよね。これが、1段階目16ターンで打てると。まあ、4ターン速くなった。まあ、だから実質ね、これ、短縮外れたけど、まあ、実質短縮みたいなとこ。で、理解してます。俺は。はい。で、2段階目が24ターンだからね、これの威力が気になるね。2段階目の威力、爆弾の威力がめちゃくちゃ上がってるのか、それとも自走のあれが上がってるのか、どっちかは分からないですけど、まあこれはちょっと見てみてからのお楽しみって感じで、楽しみ。まあでも基本的に自走で使うパターンになるとは思うけどね。はい。で、友情コンボね、これ初めて友情コンボつきました、メインに。はい。超強気弾、これの威力ね、気になりますね。まあそもそも気弾がね、166,777っていう威力、結構高威力を出してたんですけど、ここから何倍になるかがね、調教になったってことで、1.4 倍かな。それともサブについてる調教拡大貫通録音消費かみたいに、いきなりとんでもなく倍率上がるか。はい、これサブの方のやつはね、調教じゃないやつから調教になったので 2.5 倍になってたから、まあワンチャンね、この被弾 2.5 倍になってくれたらなとか思ったり、 2.5 倍だったら、約40万ぐらい出すんで、1個当たるだけで40万だよ。弱点あったら120万。まあロマンだけどなかなか弱点の目の前にいるってことはないと思うんで、まあこれの威力次第ではめちゃくちゃ楽しみなんかな。で、まあ接待的な意味でも、なんだろう、カナンとかみたいに一定以上のダメージ出さないと攻撃通らないとかね、そういうところが増えてくれば、難しいところでもワンチャンこの友情がめちゃくちゃ使えるってパターンになりかねないのかなとか思ったり、まあ、普通にサブの調教拡大貫通録音衝撃化に関しては、まあ、風神雷神に初めて実装された友情コンボなんですけど、これ結構強いよね。うん、言うてこれ結構強いんで、ね、弱った敵に飛んでいくのかな。はい。で、遠くにいるほど強いと。はい。なんで、これのセットは正直楽しみだね。まあ、実際使ってみなきゃ分かんないんですけど、まあ、じゃああとは威力次第。うん。まあいいんじゃないかなと。結構まとまった性能になったなって個人的には思いました。で、まあ、アビリティ別でね、ちょっと、こいつのことを詳しく見ていきたいと思います。端末の方を使ってね。はい。まあ、マインエルワープ、まず見ていくか。光貫通の、マイン、まあこれいいか。飛行ワープ、はい、ってな感じで、まあ、この枠だと案外少ないね、めちゃくちゃ使えるってやつ。もうね、
モネモネも自走&マイン M、 はい。で、ナスのユイチがいるのか。ナスのユイチは、まあ、結構強めなんですけど、SS 動けないし、まあ、友情も正直、このパーシバルの方が、個人的には強そうな感じがしてるんですけどね。うん。マインワープの光属性貫通の枠だったら、うん、貫通タイプだったら最強枠になりそうな気がしてるんですけどね。うん、個人的にはこのマインワープ枠だったら、貫通で最強になる気がします。あとこいつか。ルーカ。使わんね。うん。絶対ここは枠だったらパーシバルがめちゃくちゃ強い気がします。はい。じゃあ次が、じゃあマインエルブロック。マインブロック見ていくか。マインブロックだとどうなんかな。はい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 。まあここはアドブタとかね。はい、そこら辺の適正キャラが多いんですけど、こいつかな。めちゃくちゃ強いのが尿意棒、まあ尿意棒にはちょっと勝てんなこれまあちょっとパワー型苦手な選手があると思うんであれなんですけど、こいつは地雷拾えないしね、まあ、マインブロック枠だとこの尿意棒がねすごい大枠。あとはこいつか。ソロモン、こいつ強いね。正直この枠、マインブロック枠だとちょっとこの感じだと物足りない感、個人的には。うん、クエリーも最近だとね、うん、普段使いだったらクエリー使っちゃうしね。これでレザバリも消せるしね。うん、普段使いにしても難しいところにしても、このマインブロック枠だと厳しそうな印象。うん、ライバルが強いマジで。じゃあ次はワープブロックで見てみます。ワープブロック、ワープブロック貫通。ワープブロックどうなんだろうね。ああ、でも比較的少ないか。うん、ゲイボルグ、いやこれ強いっすね。ゲイボルグだいぶ強いな。うん、でこいつかメタルか。メタル強いな、さすがに。でもやべえこいつなるほどね。じゃああとは、いないよ。まあこの2人だけか。でまあ3枠目って感じか。まあでも正直ワープブロック枠だとさすがにこの2人には劣る気がするね。ルーには勝ってるとは思うけど、正直この感じだと。で3つのアビリティ見てみるか。3つのアビリティいないんじゃないかな、貫通。あ、ルーか。ルーしかいないもんで。あ、じゃあこの枠だったらもう最強だ。まあ、属性分けなければ。あ、マジスズラン強いわ、これ。スズラン最強っすわ。はい。まあ、光、うん、光枠だったらまあ最強だけど。はい。まあ、てな感じで、こうやって見て、細かく見ていくと、まあ、マインワープ枠。ここで目立った活躍していくんじゃないかな、とは思うね。うん、この中だったらパーシバルは最強だと思う、個人的には。ナスの勇士とかも強いんですけどね。パーシバルマインエルだし、うん、こいつ動けないし、ナスの勇士は。で友情もおそらく、ま、ナスの勇士ね、追従型が正直微妙、俺的には。だからパーシバルの方がいいと思う。モネ、マインエルだしね。まあ、スピードは速いけど、はい、こっちの方が、パーシバルの方が SS 速くも打てるし、まあ、こいつはまだ別から一緒に使っていくパターンもあるかもしれないね。はい。まあ、でもこの枠では最強でしょ、パーシバル。ってことで、マインワープの光の高難易度で連れていく機会が多くなりそうなイメージ。はい。まあ、でも、すべてはあれかな。友情、次第かな。この調教期間の威力が本当マジでバカげた倍率になってたら、また今下した評価とは変わってくると思うし、うん、とても楽しみな、はい、重心化だなって個人的に思いました。まあ、結構好きだしこいつ。うん、まあエティカとかでね、あのお世話になった人多いんじゃないかな。エティカ集会で確かパーシバルぐらいしかなんか
最初の方とかねいなかったと思うんで、結構お世話になった人も多いんで、はい、楽しみな方も多いんじゃないですかね。はい、てな感じで、まあ、今回はねパーシバル中心化、まあ、おそらく火曜日に来ると思うんで、確か火曜日だったかな、はい、ちょこまか見てよ、中心化は火曜日ですね、はい、火曜日に来るんで、はい、楽しみに待ちましょう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。じゃあね。